はい、皆さんこんにちは、グツでございます。今回のゲームやってる内容は、星のカービィ2ゲームボーイですね。久々にやります。あんなこれで消しましょう、証拠なんで。なくてもね、 3DS に入っててもう何回もやってるでしょ。何回もやってんのかな、こっからです。あのね、ゲームボーイのやつはね、ゲームボーイの2は、陸、空、海と、3種類のお供がいます。それでね、陸とね、空中と水の上に特化したペットたちがいます。それによってね、またね、能力も変わってきます。コピー能力がね、変わるんですよ。基本ね、スライディングはないのね。まあ、飲み込んで、吸って吐き出す。吸って吐き出す。で、ジャンプ中を押すと空飛びます。こういう風に。ホバーリングですね。で、この空気砲でも、壊したり、敵をやっつけたりできます。こういう風にね。で、これの後にスライディングできたの。これはもうないのか。ないよね。ダッシュもないのね。ないよね。よし。ニコセミ攻撃と貫通弾になります。同時に吸い込んだらね。で、主にね、2から、ファミコンの時からの要素として、コピー能力、敵のね、技をコピーできます。まあ、今ないので、今ないよか、まだ持ってない。折れへんね。こいつね、これとね、こういう風に。傘ね、これは傘です。傘はね、こうやって、ふわーっと降りるんですよ。で、スーパーファミコンみたいに、技はなくて、まあ、これだけですね。上から降ってくるものも受け止めることができます。こういうね、倒せます。あ、なんか。危ない。この星をね、まだまだ集めて1アップします。まあ、基本のカービィ一緒や。いいカービィ一緒じゃないな、これ2だ。で、こうやってね、一番下まで置いたところで A ボタンを押すと、ああ、いかへんな。上まで上がるとね、1アップとか取ります。ちょっと待って。とりあえず今回1ワールだけやります。また続きやるかはわかりません。これはね、セレクトを押す。これを捨てます。能力を捨てることができます。これはね、上げますね。あった。一回受けるとね、取れるんですよね、今回の場合。今回が2のカービィ。バーニングの能力。あ、じゃバーニングやね。あいつがね、これ当たって星出たところをパクって、こう。で、これがね、いた。陸です。こいつはね、能力なく吸い込むんだけど、ハムさんの能力で、ね、火吐きます。バーニングの能力ですね。ハムスターのバーニング。そして、しまった。これだと、傘をね、上に当たり判定がね、割と狭いです。近くまでやると。まあ、こういう状態で敵当たってもやっつけれますので、まあね、あとやっつけないんだよ。上側か、もうちょっと上側やのか。あんまり使えないコピーの方が。すごい使いにくいのかな。で、この時の初めてのリックの対応は、ほんまやね、3とかだと、雪の上、雪いうか、氷の上とかでは滑らない人っていうのは、これではね、多分滑ったかな。滑って、あんま関係なかった。
らないのよ。3種類のね、一応ね、テーマ曲が流れるのでね、カービィファンはね、たまらないゲームですね。これでもいいかな。ほた、上。当たりハンティーがやばい。こういうところではね、傘が使えるんですね。これね、傘じゃないとね、壊れないので。確かいけたんじゃないかな。あれ？傘でないと壊れない。こういうところで活用。時によってはね、炎じゃないと壊せない壁とかあるので、それを使い分けてね、これのアイテムをね、各ワールドに集めていくのが目的です。集めなくてもね、これはできますが、バッドエンドになります。バッドエンドっていうか、話がね、終わらなく、そんな、はてなはてなで終わるんですよ。あれ、いっか。くそ、あたふえ。いけた。ここ。あ、全然と。ボス行きます、ね。かわいい。あいつかぶってんすよ。ちょっと。いつもね、木のボスですね。氷がね、あえて変わります。あ、ちょっと危ない。よいしょ、いけるか。あ、危ない、怖い怖い、あ、怖い。こいつはね、だんだん進化するんですよ。シリーズごとに、ね、進化します。氷がね、あ、出てたんですよ。はい、クリアですね。この面だけ見たらあれしようかな。そう、この面はね、貝がね、貝っていうのか、貝じゃないわ、空ね。空のね、空があります。今回は以上です。グでした。また見てなー。